はい、私からは御堂筋における道路協力団体の募集についてです。大阪市は平成31年3月に策定した御堂筋将来ビジョンの実現に向けて、車中心から人中心への道路へと空間再編を進めるとともに、この度公民連携による道路管理の充実を図るために道路協力団体制度を導入をし、道路の維持管理活動に協力していただける団体を募集します。道路協力団体制度は平成28年4月の道路法改正により創設された制度で、道路利用者の目線で活動が期待をできます。道路協力団体はオープンカフェなど道路上の収益活動が可能となり、その収益で道路の清掃活動や放置自転車への対応など道路管理を行っていただきます。対象募集対象区域は淀屋橋交差点から難波西口交差点までの約3キロメートルです。申請書類の提出期限は7月の16日から7月の31日までで、詳しくは大阪市のホームページをご確認をください。道路協力団体の決定活動開始は秋ごろを予定をしています。道路協力団体制度の導入や道路空間再編の取り組みを着実に進め、歩行者の利便性向上を目指すとともに都市魅力の向上を図っていきます。本市とともに地域に愛着を持ち、まつくり活動に積極的に参加をしていただける団体からの応募をお待ちをしています。僕からは以上です。それでは質問を受けいたしますけれども、必ずマイクを通しまして社名氏名を名乗りの上質問をお願いいたします。質問につきましては指定関連のみでお願いいたします。では幹事社の NHK さん、お願いします。管理者 NHK です。発表事項について質問なんですけれども、はい、まず今回の、協力団体の募集なんですが、この団体に対して、期待する役割ですとか、なんかどんな提案が出てくることを望むでしょうか。この団体への役割、提案に求めるものについては、オープンカフェなどの収益活動や道路の清掃、花植え活動など民間の力で道路利用者の目線により道路の維持管理を補完していただきたいと思います。大阪の顔でもある御堂筋の魅力向上につながる活動を期待をいたします。もう一点ですけれども、すでにもう示されている将来ビジョンに、で示されている目標なんですけれども、新型コロナの影響で何か変更とかがもし、たればお伺いしたいんですけど、いかがでしょうか。将来ビジョンの中長期の目標の変更は、これはありません。新型コロナ対策として生活様式の変更などが求められている中で、御堂筋を筋で進めている保護者空間の拡大が密を避ける対策などに寄与することを期待をいたします。ありがとうございます。会社から以上です。読売新聞地元です。先日ぶら下がりでも出てたんですけども、波早リハビリテーション病院について、何か市長なんか報告受けられたことっていうのはありましたでしょうか。これ厚労省が今波早病院のクラスター発生についての報告書をこう作ってくれました。で、非常に内容については細かく、事実を非常に細かく事実を把握しながらこう書いてありまして、もちろんその中には個人情報もたくさん入っているということです。で、個人情報の部分はこれはやはりちょっと公開できない形になりますが、それ以外をすべて公開するように部局の方には指示をしております。その中で、病院側の落ち度といいますか、新たに、市として、行政処分なりするような内容というのは含まれていましたでしょうか。行政処分ということではなくて、指導はありますよね。これは、なぜクラスターが起こったのかということを、この調査をした中で、やはり感染予防対策というものが不十分であったと、いうことですね。で、
まあ、その不十分の内容にはいろんなものがあります。例えば危険ゾーンとの、危険ゾーンとそれから大丈夫なところをきちっと分けていなかったとかね、それから、まあ、医療防護服、医療装備品が、足りなかったとか、まあ、そういうことがあるんです。この同じことをこの浪速リハビリ病院で起こったこのクラスターと同じことが、これから第2波第3波の時に起こらないようにマニュアルを、府市一体でマニュアルを作って徹底していきたいと思っています。産経新聞矢田です、うん、今の質問に関連してなんですけれども、うん、まあ、重曹はまあ効率ということで、まあ、市の方もきちっとフォローできるかと思うんですけど、その民間病院でその院内感染が広がったりクラスターが広がった場合、まあ、市としてどういうふうにフォローしていくのかということについて市長のお考えあればお願いします。うん、だからこの間ですね、医療装備品について、もう足りないところについては我々がこっちからプッシュ型で、こうそういう備品を供給しておりますし、すべてのそういう、医療機関、また社会福祉機関にから の、 意見の聴取をしております。そういう形の中で、こういう医療福祉現場においてクラスターが感染拡大が発生しないように、まあ、最善を尽くしていきたいと。これ絶対大丈夫というのはもう 100% 大丈夫はありませんからね、世の中でも。そういうクラスターにならないための我々の支援というものはこれ今までもそうですし、第1波の時もそうですし、第2波においても積極的にプッシュ型で実施していきたいと思っています。ありがとうございます。別の質問なんですけれども、うん、大阪府との、まあ、観光振興、府市一体でやっていく観光振興のポイント還元なんですけれども、うん、これについて、まあ、先日、まあ、府の方からも発表ありましたけれども、何か具体的に進んでいることがあれば教えてください。今これ観光局の方で、メニューを作ってくれております。まあ、これ事業者の皆さん、ホテル飲食業の皆さんの、こう、まあ、考え方というかね、そういう皆さんのニーズを捉えた商品にしないとダメなんで、まあ、観光局とそれからそういう旅行事業者、そういうところの声を聞きながら、まあ、制度設計をしているということです。先日、まあ、お話しでは、まあ、5億ポイントぐらい、まあ、還元したいということでしたけども、うん、これの財源についてはどういうふうにするというか。これは府市折半でやりたいと思ってます。市の方のその財源というのはまた取り崩してという形なんですか。まあ、そうですね、今の市の、こう、まあ、財政基金も含めて市としてはその、財政措置をするということです。でこの事業の始まるところは、まあ、往来自粛が解ける、まあ、19日以降ということなんですけれども、まあ、一部にはちょっとまあその早いんじゃないかというような見方もあるようなんですけれども、うん、まあ、その事業者とかのことを考えていけば、まあ、これぐらいにしないとまあもう遅いというような判断でしょうか。うん、8月からは国の GoTo キャンペーンもスタートしますけれども、今大阪の事業者の皆さんの声を聞くと、とてもじゃないけども、もう8月まで持たないと、お客さんが来ないと。で、今、大阪、まあ、国の緊急事態宣言も解除されて、それから大阪の状況は、まあ、緑のランプが点灯しているという、まあ、なんとかコロナを抑えられているという状況でありますから、そういう状況であれば、関西の人の行き来については経済を、まあ、特に、宿泊業サービス業、この分野の皆さんの、こうしまあなりわいが成り立つようにやっぱりビジネスチャンスを作っていこうということです。次の質問を受けたしますよろしいでしょうか。
大阪日経新聞の木下です。うん、まあ、今の、まあ、関連も含めてあの財政調整基金のところですけども、まあ、今 の、 あの観光のところに使われるとか、あの生活の支援のところに使われるとか、いろいろ構想があると思うんですが、全体で今あの1200億ぐらいですかね、残っているのが。まあ、あの今日の別の報道ではあの自治体がですね、大体7割ぐらい、もう5月ぐらいでですね、使っちゃってるという報道もあったんですけども、大阪市の全体の構想として財政調整基金を、今もしあるとすればですけども、こういうところに今大阪は振り分けていくんだと、まあ、財政調整基金の使い方の優先順位みたいなお考えがあればお願いします。僕は考え方として、このコロナが終結するというのは、ワクチンが出来上がって治療薬が確立された時だと思ってます。今は一旦、まあ落ち着いてるだけで、だからこのコロナ対策っていうのは、ワクチンができる、それから治療薬が確立される、そういう期間を見通す中で、やはり対策を練っていく。だから、まあ2、3年はかかると思ってます。2、3年で、この間、基礎自治体として生活支援を徹底的にやらなければならない。もう皆さんもご承知のように、急激に生活保護増えてきてます。急激にこれはやはり雇い止め、それから解雇、まあ、会社が潰れた、で仕事がないという、そういう状況の人たちが増えてきていると。で、生活保護を支えるのは我々基礎自治体の役割ですから、まあ、ここはまず、必ず支援しなければならない。それからやはり、特に、子育て世帯の皆さん、もうこれ今生活が非常に厳しいということを聞いておりますので、まあ、これは今年の秋には、0、2歳のお子さんのあるところに、一定の支援が必要かなというのも、小学校、中学校については、給食無償化で、大体1年間5万円程度 の、 その支援になってます、これが、給食費を払うという、払うものを払わないんでね、それから今やってますけども、上下水道の基本料金を、これを今、基本料金をなしにするということも今、やっているし、これも、やはり、所得が減少する人が多いという状況の中では、やっぱり継続していく必要があるんではないかな、こう考えています。まあ、それからあと、特に医療機関、大阪の場合は、市が運営負担金を出す医療機関が、重層、それから総合医療センターが一大の附属病院で、ここはコロナの最前線でコロナ対策、コロナの治療をする、もう病院ですから。で、今その結果、各病院とも非常に従来の経営状況ではありません。これはもう継続というか、もう支えていくのは当然ですから、でこの病院に対しての、財政支援というのも、これも拡充する必要があると、こう考えています。それからやっぱり大阪市内の、これは大阪府と一緒にやりますけども、もう圧倒的に今、こうお客さんが、こう減ってる、そういう宿泊から、まあ、観光業ですね、観光関連、これは今支えとかないと、コロナが収束した後、せっかく、観光のお客さんが大阪に来ようと思っても、
受け皿がなくなってたんでは、あの大阪の魅力というものが、あの観光という経済の、まあ、大阪の産業の一つの柱をな失ってしまいます。受け皿がなくなる。だからこの受け皿をあのしっかりと守るという形で、観光関連について、まあ、観光局を中心として府市一体で支えたいとこう思ってます。今あのいろいろおっしゃっていただいて、それぞれ重要だと思うんですけれども、その、まあ、先ほどの生活支援ですと、その秋みたいな話が出ましたけれども、それぞれのタイミングっていうのを、もし今時点で考えておられるのであれば、お願いします。いや、もうそれぞれのタイミングというか、観光支援はこれ、すぐ府市一体でスタートしていきますしね。で、今ちょっと制度設計しているのが、そういう子育て世帯支援ですね。あの特に0、2歳児で、あのまあ、給食はスタートしてますし、うん、まあ、そういう形でこれはあの今年1年で済まないんで、これをこの、コロナの特別支援というのを、まあ、3年程度は続ける必要があるのではないかなと思ってます。ありがとうございます。すいません、ABC の安井と申します、うん、あの先ほどもちょっと重曹の話が出たと思うんですけども、今朝の時点で の入院患者さんが3人だそうで、まあ、あのゼロになる日もかなり近いのかなというふうに思うんですけれども、うん、まあ、第2波第3波の到来というのが、まあ、秋冬というふうに言われている中で、あの病院が全く稼働しないという状態が数ヶ月続く恐れもありますけれども、あのこれまでの一般の患者さんとかを受け入れたり、まあ、一時的に受け入れたりということは考えてはいないでしょうか。あのこれはあの病院の方といろいろ今健康局といろいろ協議をしてまして、あの外来入院はやはりなかなかこう予定組めませんからね。一度入院再開すると入院中にまたコロナが発生したらすぐまた違う病院に移ってくれというような、これは患者にとっても負担になりますから、外来については、あの再開 の今協議をしております。外来についてはでも入院についてはね、本当にコロナっていつ急激に拡大してくるかわからないというのがこの感染症コロナの特徴ですから、やはり入院再開するとあの急激にあのコロナが、うん、あの患者が発生したときにまたあの、転院をあのお願いをする負担をかけることになりますから、入院は少しやっぱりこう厳しいかなというふうには考えています。外来をあの再開する時期についてなんですけれども、大体いつ頃検討されてますでしょうか。それはもう現場の判断してもらいます。現場で、さっきその病院の経営という話もありましたけれども、まあ、あのなかなか、まあ、外来だけだと、まあ、結構経営的にも厳しい状況が続くのかなと思うんですけれども、そのあたりを改めてどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。これはもう運営負担金を増額します、うん、これはもう公としてあの行政としてのもう責務ですから、この未知の感染症に対して、そういうこう対応できるそういうこう命を守るための医療機関を確保していくと。これ民間でやったら病院潰れますから、民間病院、これはもう行政としての責務なんで、それ今は患者さんが少ないということで、まあ、うん、まあ病院の医療従事者の皆さんも少し、まあ、手持ち無沙汰というか、今患者がもうどんどん減っていく中で、入院患者がゼロになるということは専門病院なわけですから、その重曹で の、その仕事作業というものが、まあ、ちょっとなくなってくると。だから、どうしようと、いう思いを持たれるかもしれないけど、もう今の時期ちょっと休んどいてくれていいと思います、うん、もうそういう、拡大時期になればね、非常に忙しい、こう勤務スケジュールになるわけですから、うん、もう休めるとき休んどいてもらいたいと思ってます。ありがとうございます。
関西テレビ稲垣と申します。よろしくお願いします。うん、今のそのちょっと休めるときにという話なんですけれども、うん、まあ、重曹市民の先生方もこう感染症対策、感染症専門じゃない方が、まあ、たくさんお医者さんとしていらっしゃって、ただまあなかなか実際に手持ち無沙汰という状況がある中で、まあ、例えばその重曹市民というその建物自体はまあ専門病院化が必要かもしれませんが、そこに例えばその感染症対策のお医者さんとか看護師さんを当て込んで、本来いらっしゃった重曹市民の方はまあちょっとよそで働いてもらうとか、そういったご予定とかっていうのは検討の余地とかはあったりするでしょうか。それは病院機構という組織がありますから、重曹市民とそれから総合医療センターと、この2つの、まあ、大病院を運営している、独立行政法人なんで、やっぱりその組織の中でいろいろと、まあ、知恵を出して考えてもらいたいと、対応してもらいたいと思っています。他ご質問ございますでしょうか。朝日新聞、うん、先ほど市長がおっしゃった0、2歳児 の、 その家庭の支援というもの、うん、制度設計中ということですけれども、まあ、どんな方向性で考えていらっしゃるのか、今現時点での案というのを教えてください、うん、これは子ども青少年局でやってくれてますけども、0、2歳、大体3歳、から保育園行って幼稚園行って、そこらはもう要は教育費無償とかそういうこう行政の制度の中で支援策もありますけど、どちらかというと0、2歳というところがなかなか今まで支援策がない部分でありますから、子ども1人当たりに生活支援としてどういうキャッシュでこう補助をするか、国一律で児童手当とかもありますから、まあ、そういう手当的なものを今考えているということです。その時期として市長が今年の秋にはとおっしゃったかと思うんですけど、この秋というのは、なんでそのタイミングなんでしょうか。もう今は特別給付金とそれから休業協力金、これの給付をするのにもう今、全力を尽くしている、ところですから、で、この間国からの児童手当の拡充もありましたから、だからそういうのが少しこう、そういう形で給付されたものがなくなってきた頃、減ってきた頃、今度生活を続けていくためにやっぱり負担の多い世帯、こういうところにさらに、こう支援策を充当していくというふうに考えています。タイミングを図っているということです。他にご質問ございますでしょうか。夢新聞上です。別件なんですけども、先日発表されました淀川旧庁舎跡地の再開発なんですけども、阪急不動産と高松建設ということで事業者が決まって、図書館を含んだ高層マンションという複合施設が整備されることになりましたけど、市長としてどういうエリアになってほしいかというのは期待を込めてお願いします。まさに淀川の一つの核として、人が集まれる核的なエリア、そういう、こう場所とになってもらいたいと、こう思っています。で、今回 で僕が一番良かったのは、我々が想像してた以上の、入札金額、になりました。定期借地の60年やったかな、60年、70年、定期借地70年で、我々が予想していた以上の入札金額が入りましたから、これはまた市民の要は、キャッシュフローが増えてくると、財産増えるということですから、で70年したらまたそれ返してもらうわけだから、市民に還元できる財源が想像以上に、こう膨らむことができてよかったと思ってます。他質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは終了です。
続いて政務の質問に移りますが、いかがでしょうか。朝日新聞の笹川です、うん、東京都知事選ですけれども、うん、維新の遠藤議員が国民民主の小沢一郎議員とお会いになって、推薦を決めた小野さんへの支援を求めたという一部報道ございますけれども、うん、まあ、この事実関係とどのような報告を受けていらっしゃるでしょう。いや、遠藤が別に求めるもんじゃないんじゃないの。だって小野さんが求めないと、我々は小野さんから求められて小野さんを支えるということで、もちろん政策的なものが一致しないとダメですよ。で、維新の我々とするとやっぱり身を切る改革で持続可能な社会を作っていくということで、身を切る改革をスタートとして行財政改革があると、これがもう我々の、うん、もう全く、背骨の、まあ、考え方、こう、そもそものもうアイデンティティでもあるわけだから、うん、まあ、だから遠藤議員がこう他の政党にね、なんか頼むというような話とは違うと思うし、それはまあ何らかのこうあれで、なんていうかな、なんかこう話の流れでそうなってるんじゃないの、うん、これは小野さんが、各政党に、小野さんは維新のメンバーではないんでね、あくまでも無所属の人なんです。維新の党員でも何でもない、うん、だから小野さんが、こう自らの政策を理解してもらって、そういう政治の集団に支援を要請するというのが、まあ、普通だから、遠藤議員がなんか他に動くというのは、これは筋も違うと思うし、うん、そういう形、そういうことではないと思ってます。ちなみにその国民民主というのは、その都知事選では特定の候補、今のところ、まあ、なんとか野党共闘に乗らないということになっているかと思いますけれども、うん、もしその小野さんが国民民主にこう支援を求めるようなことがある場合というのは、代表としてはどのようにお考えですか。いや、それは小野さんの政策がぶれずに、でも国民民主がそれに乗れるかどうか、うん、ということだと思いますけどね、うん、はい。関西テレビ長木です、うん、都構想についてなんですけれども、まあ、じゃあ19日にも起立採決ということがありますけれども、うん、そのコロナの第2波第3波というところを考えて、まあ、最終その住民投票をするか否かというご決断をされるようなタイミングというのは、今の現状ではどうお考えでいらっしゃいますか。うん、まず今の状態であれば11月1日目指してやりたいというのが僕の考え方です。で、最終的にその11月1日がというのがコンクリートされてくる、その日をが決定されるのは議会の議決によって決定されるわけですから、議会で府議会市議会において、住民投票の議案が成立してから60日後に住民投票が行われるわけですから、まあ最後はその時ですよね。もう議会で議決すれば、これは60日後には住民投票はやらなければなりません。そういうルールですから、うん、だから法定協で6月に協議書が議決されれば、総務省との協議を経て、まあ8月9月のに議会を開いてもらうということになります。で、その時にやはりこの今のコロナの状態が今と同様、まあ、グリーンのランプが点灯している状況であれば、もうそこで決定していきたいと、こう思っています。で、まあそれはコロナが全くね、もう普通の風邪の状態になってれば一番いいですけど、それはいつのことになるかわからないし、うん、
でやはりあのそういう、感染症コロナ が今まだ、あったとしてもね、あの都知事選挙も行われるし、この間あの地方選挙も国政選挙も行われてきたんでね、うん、あのそこはもう決定すれば、まあ、感染拡大防止を策を取りながら、あの民主主義の根幹であるやっぱり投票というものは実施したいと思ってます。ちょっと仮の話で恐縮なんですけれども、その議会に上げるタイミングで、まあ、グリーンじゃなくてレッドになっているとか、その状況になればもうその都度ご判断というところですか、それとももうその時点でちょっと先延ばしをせなあかんなというご判断に至るのか、いかが。まあ、それはその時の状況ですよね。うん、まあ、あのレッド状態で、本当に患者があふれている中ではなかなかそういう議決ということもできないと思うし、うん、だから、その時のやっぱり、コロナでの、影響の状況、それを見極めながら判断していきたいと思ってます。通信岸本です。その9月の議会の議決をもっても11月に実施することは決まるっていうニュアンスだと思うんですが、仮にその後もう本当に仮の話で恐縮なんですが、その後レッドが出て、まあ、感染拡大状況にある中で住民説明会っていうのはあの確か大都市法でやらなきゃいけないと思うんですけれども、それはいかがお考えでしょうか。それはあのやらなければならないと思ってます。まあ、それはまあ、オンラインであるとか、それからやっぱりソーシャルディスタンス取りながら、ある一定の距離の中で、まあ、入場制限はさせてもらいながらやるとか、うん、そのやれる、形で、実施していきたいと思います。読売新聞藤本です。まあ、先ほど代表がおっしゃった日程、まあ、11月1日っていうのを、まあ、もう公には初めておっしゃったかと思うんですけども、うん、これについてはもう11月、まあ、半ば以降っていうのは今のところ代表の中では考えてはないっていうことですか。やっぱりあくまでも11月1日にやりたいっていう。まあ、11月、うん、だからまあ初旬、うん、11月1日を目指してやりたいと思ってます。その中で、まあ、今日も大阪市の会全体会議されますけども、うん、まあ、党の活動として、まあ、いつから、まあ、どういった周知活動をしていきたいという今の考えはどのように考えでしょうか。まあ、今もそのコロナでソーシャルディスタンスが必要な中ですけれども、まあ、それぞれの維新の会のメンバーが、まあ、オンラインを使いながら SNS 等々で、まあ、活動はしているし、それから密にならない形で、少人数の人たちへの、まあ、説明等々も一人一人が取り組んでいるところなんで、まあ、そういうことを積み上げていくしかないと思ってます。あとその前回、まあ、こう投票率になったということで、今回まあ各地方選挙でもコロナの影響で下がってるんですけど、まあ、その辺の懸念というのは代表としてどのようにお考えですか。だから、まあ、実態としてやっぱり投票率が落ちてるというのは非常にまあ、これは住民投票だけじゃなくてやっぱり民主主義全体として、まあ残念なことだと思います。やっぱりできるだけやっぱり多くの方が意思表示していただくというのがそれが、こう民主主義の充実にもつながっていくとこう思ってますんで、まあ、全体としてやはり、投票率が下がるというのは、まあ、我々選挙でをする者にとっては、まあ憂慮すべき、ことだとは思ってますけども、まあ、選挙に行かない、投票に行かないという民意も、まあ、あるというのも、これは、事実なんでね、うん、一つのその考え方でもあると、それも一つの考え方なんで、まあ、できるだけ意思表示していただきたいと。していただけるようにこう準備をしていきたいと思ってます。
ただ先ほど質問でも出たんですけど、まあ、住民説明会、前回2015年の時は、まあ 全24区でされて、まあ、3万人以上が集まったということで、まあ、今回なかなか、まあ、今回もまあされるのであれば告示前ということを想定されていると思うんですけども、まあ、前回同様のやっぱ人数はなかなか集めることは難しいと思うんですけど、その辺っていうのはいかがですか。まあ、その時の状況にもよりますけどね、うん、まあ、ただ都構想のこの住民投票というのはもう2度目ですし、で、2015年からね、今日まで、まあ、ありとあらゆるそういう、選挙において都構想というのは、争点になってきたし、去年の統一地方選挙でも、まあ、我々はそれを推進していくということで都構想の必要性については訴えてきたし、相手陣営は都構想はいらないと、もう百害あって一利なしとかね、いうことで言ってきたし、だから、まあ、都構想を掲げて、まあ、10年目になってるわけですよ、我々の活動というのは。だからこの10年間で、まあ、我々とすると緻密に、市民の皆さんに、丁寧にやっぱり説明はしてきたつもりですから、うん、その選挙たびに都構想については争点になってきて、その中身についてもご説明はしてきましたのでね、歩いて、賛否は別にして都構想というのはどういうものかっていうのは理解は僕は進んでるんじゃないかなと思っております。関西テレビ稲垣です、うん、まあ、今後住民説明会をオンラインの形で、まあ、やらないといけないような場面も十分想定しうるかなと思うんですけれども、先日締め切った出前協議会中心に伴ってのコメント動画っていうのを各会派でまあ、YouTube でアップされたと思うんですけども、うん、まあ、例えば市長の再生回数だと427回とか、うん、まあ、ちょっとこう数は少ないんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあ、こういうものを使ってのこの訴求力とかそのあたりに課題を感じておられるのか、またあればどういうふうに解決していこうと思われるのか教えてください。うん、だからそういう各会派がそういう形でメッセージ出しているということすらちょっとなかなか伝わっていないという状況なのかなと思ってます。うん、だから、まあ、この間もこのコロナの間もね、ま、特に、テレビは、リモートから、リモート出演でさまざまなもう毎日ワイドショーやってるじゃない。うん、やはりこう、これは大阪の、未来を決める、未来の行政の姿を決める大事な戦いになるんでね、もう関西テレビも協力してもらってやっぱり、まあ、地上波の中でリモートで議論させてもらってやっぱり、有権者にぜひ伝える、そういう、こうメディアの役割っていうのも重要ではないかなとこう思ってます。日本経済新聞の高橋です。よろしくお願いします。自民投票の日程についてなんですけれども、先ほど11月1日を目指してやっていかれたいということでしたが、改めてこう11月の中でも1日にされたい理由、狙いについて教えてください。いや、やっぱあまりね、こう寒くならない方がいいと、そういう思いで、まあ、秋というのを僕はずっと言ってきたわけですから、11月初旬であればね、こうそれほど、こう冷え込む時期でもないんで、まあ、まだやはり投票に行っていただきやすいとこう思ってます。お会いよろしいでしょうか。これで終わります。ありがとうございました。